皆さん、新年おめでとうございます。ご紹介をいただきました衆議院議員の石井啓介でございます。本日は週末の何かとご対応のところにもかかりませず、私どもの新春の集いに多くの方お越しをいただきまして、心から御礼を申し上げます。また先ほど高崎代表からもありました通り、昨年統一地方選挙、参議院選挙、そして統一外の選挙と連続で勝利をさせていただきました。改めて心から申し上げます。本当に皆さんありがとうございました。私事でありますが、昨年の9月の内閣改造で、無事に4年近く務めた国交大臣の退任をさせていただきまして、党に戻ってまいりました。党本部で今幹事長代行、また茨城県本部では顧問という立場をいただいております。党本部においては山口代表、そして茨城県本部においては高崎県代表を支えながら、党勢拡大に尽力してまいりたいと思っております。さて、昨年は、台風15号、19号、県内大きな被害がございました。公明党国会議員、そして地元の議員が連携をしてですね、それぞれの被災地に入りまして、被災者の声を直接伺い、それを政府の担当者に直接届けてですね、きめ細やかな被災者の生活支援、内外の再建を訴えたところでございます。11月には政府が対策パッケージを発表いたしまして、また今年度の補正予算、来年度の当初予算には本格的な復旧復興の事業費が盛り込まれておりますので、私どもといたしましては被災者の皆さんが一日も早く日常を取り戻せるように、復旧復興引き続き全力で取り組んでまいりたいと思っております。それにつきましても、近年の災害を振り返りますと、本当に従来にない激甚な災害が各地で相次いでおります。気象が凶暴化していると言ってもいいような状況であります。加えて首都直下地震、また南海トラフ巨大地震は、この30年以内にですね、7割から8割の確率で起こると言われておりますので、従来の防災・減災対策をですね、一段と拡充する必要があると認識をしております。そういった意味で、このほど私どもの党本部に新たな防災・減災対策を検討する委員会を立ち上げまして、私は委員長を務めることになりましたが、一段しっかりと取り組んでいこうというつもりで、今年やっていきたいと思っております。まずは近年の災害におけるいろんな対応をですね、検証をする。さらには今の、法体系でですね、不備のところがないかどうか、あるいは政府の今災害対応、実際に災害が起きますと、今官邸を中心としてですね、総理を中心に関係大臣が集まって対応をやりますので、非常にスムーズに行っておりますが、平時も含めてこの政府の司令塔機能をですね、さらに拡充する必要があるのではないか等々、さまざまな問題意識のもとにですね、新たな対策を講じていきたいというふうに考えております。皆様もですね、安心して暮らせるようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。また引き続いて茨城県内のインフラ整備につきましては、私も退任はいたしましたが、できる限りの支援を引き続きやらさせていただきたいと思っておりますので、ぜひご期待をいただきたいと思います。結びでありますが、本年1年間皆様にとりまして素晴らしい年でありますよう、心からご記念を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は大変にありがとうございます。